ここに行くっていうのは決めてたんですか。去年の紅白で世界に一つだけの花を最初からタモリさんのところで歌う予定だった。いや、自然に自然発生。あ、そうなんだ。草薙が行っちゃった。舞い上がってた。え、そう、舞い上がって行っちゃった。舞い上がっちゃったんだ。最後同じ だ。あれ本当は違ったのよね、うん、え、そうなんだ。5人バラバラで裏返しになってまたステージに戻る。ステージの方を見る、見て歌うっていうので、ね、そうなんだ。で、小さい花屋で草薙のところでこっちに向いて、はい、それが終わったらステージに戻るっていう。本当は、うん、小さい花屋で草薙タモさんのとこ行っちゃったの。行っちゃったんだ、うん、もう座り込んじゃったから、ね、みんなこうなってたんですよね。あれあって思って俺カドリの目があってこれ行くぞ。二人行きゃみんな来るぞ。すげえな。あ、そうだったんだ。なんであれ、そう、いや、なんですか、なんですかね。でもタモリさん前にいたんで、うん、だ吸い寄せられるようにね。やっぱね。いや、僕もだから分からないですね。でもすごいあれなんかね、感動して、ね、あれがいいの。やっぱあよ、たまにあるね。俺なんかも吸い込まれる、タモさんに。いや、いいあれ。不思議なことなかったね。全然不自然じゃなかったね、うん、やべえこの後どうしようみたいななかったね、うん、なかった。一生懸命になればいい。小さい花や大きな花一つとして同じものはない。